本日のゲストは東京店。ねえ、バンプさんから宅配便が届いてるわよ。あ、なんだよ、また変なもの送ってきやがったのか。ずいぶん大きいけど、何かしら。あら、なんだこりゃ。あ、どうも、かよこさん。よかった、ちゃんと届いて。え、はい、ぜひレッドさんにもお裾分けをと思って。それはどうもご丁寧に。おい、ちょっと待って。あ、ちょっと、おい、こら。あ、レッドさん、なんだこれは。驚きました。うちの若い子のアイデアなんですけどね、今度資金調達の一環として試験販売してみたんですよ。どこの世界にソーセージ売り出す悪の組織がいるんだよ。大丈夫ですよ、ちゃんと販売許可はもらってますから。あ、いや、私もどうかとは思ったんですけどね、やっぱり若者の意見を積極的に取り入れていかないと。そういう問題じゃなくてだな。まさかお前中に変なもの仕込んでるんじゃ。お、とんでもない。うちのソーセージは魚肉 100% ですよ。合成着色料だって使ってないんですから。あ、そう。そのまま食べてもいいし、刻んでチャーハンの具とかにしても美味しいんですよ。いるぞ。あれ、あ、ウサちゃん。あ、見つかっちゃいました。フロシャイム怪人のフィギュアが漏れなく1個おまけについてくるんです。よくできてるわね。ラッキーですね。ウサコッツは数が少ないらしいですよ。そうなの、やった。なんかたくさん種類があるみたいなんで頑張って集め。レッドさん、あんまりソーセージ好きじゃないみたいだね。いやー、まあ確かにレベル高いんですけどね、このソーセージ。全然売れなかったね。何がいけなかったんだ。マーケティングは完璧だったのに。でも食費が浮いて大助かりだけどね、私としては。もうソーセージ飽きた。ダメだよ、好き嫌いじゃ。流通が悪いんだよ、畜生。やっぱもっとこう大々的に広告って。あ、お前の企画はレベル低いからに決まってんだろ、バーカ。うるせえ、商品化の前にポシャったお前のフルシャイムカップメール、マジで。お前それ言うなよ、フルケドン。じゃあお前ソーセージ先に取れんのかよ、お前。先に先に先発が飛んだかと。こらこら、君たち、やめなさい。お待たせしました、ソーセージ鍋できました。意外といけるじゃねえか、このソーセージ。あ、やだ、またゲイラスさんかぶっちゃった。フロシャイム西東京市ヘンゲル将軍、またの名をマスターオブシザー。悪魔の切れ味を誇る彼のハサミは絶えず獲物を求めている。あんらららららららあ、絡まっちゃいましたね。すんません、これ切断か。え、あ、いや、あの、ほどきますんで。私のシザーズはダイヤモンドをも切断する。遠慮はいらんぞ。いや、いいんです。切りたくて仕方ないんじゃないかな、きっと。あ、じゃあお願いします。うん、みんなおはよう。今日はみんなに紹介する子がいるの。今度うちの支部に配属になった新卒のロギス君、この春に大学を卒業したばかりなの。チェス。じゃあね、ゲドン君、君が教育係としていろいろ教えてくれる？俺ですか。大役っすね、ゲドン先輩。よ、教育者。じゃ、ロギス君、明日からよろしくね。よろしくお願いします。は、うん、参ったな。なんだよ、教育係って。そういうことならサラリーマンやってるって俺。でもバンプ様の期待に応えたいしな。教育係って何やればいいんだよ。とりあえず日常のことからだよな。よし、ロギス君に教えなきゃならないと思うことを箇条書きにしてみよう。書き出してみると結構あるな。それじゃあ朝礼終わります。それじゃあ説明していくね。はい、クニックルワイハイパーはここにあるからね。朝礼の後は軽く掃除することになってるから、これ使って廊下やって。はい、聞いてる？聞いてます。なんだこれ、シート汚いじゃん。誰だよ、書いておかないのは。あの、世界征服もさ、こういうちょっとしたことの積み重ねからなのに、分かってないやつ多いんだよな、最近。ちょ、先輩、クニックルワイパーってなんすか？クニックルハイパーだよ。いや、クニックルワイパーだ。2号って彼女とかいんの？いますよ、そら。
あ、そうなんだ。いるでしょ、いる方向でしょ、やっぱり。じゃあ今度キャバクラ行かない？え、ちょっと待って待って、話おかしいじゃん。いや、いるって言ってんじゃん。いやいや、いるけどさ、別に言ってもいいじゃん。まあ別腹ったやつ。ロギス君、早くみんなに溶け込めるようにしないと。そのためにはまず教育係の俺と打ち解けるのが先決。それには飲んで羽目を外すのが一番。よし、ロギス君、ちょっといい？あ、なんすか？今夜どうかな、一杯飲みに行かない？あ、俺今日ガチで先約るんで、すいません。あー、ごめんごめん、君の予定を先に聞かないで。じゃあ、こんなの都合のいい。あ、ちょっとすいません、ちょっとそれから着信なんで、すいません。あ、もしもし、うん、俺今どこよ？そりゃそう、鬼熱いね。うっせえ、うっせえよ、それバカ。なんすか、ほら。うん、見ての通りだよ。俺たちで自主的にやってる勉強会のプリント、ロギス君も明日提出してよ。え、マジっすか？いや、ぶっちゃけ俺いいっすよ、こういうの。うん、バンプ様の命令じゃないんすよね。いいわけないだろ、先輩もやってんの。ぶっちゃけ脅し文句なんて、レッドに会った時にその場のフィーリングで考えればいいっしょ。それだと緊張してうまく言えないかもしれないだろう。この前見とけるけ、先輩なんて。先輩は先輩、俺は俺っすから。で、どうなの、ロギス君は。はあ、なんていうか今時の子って感じで。優しいばっかりの先輩じゃダメだよ、言うことは言わないと。はい。外務の野望。犬飼ったら、あ、おもちゃとか買ってあげないと。どういうこと、2日続けて遅刻って。教育係の俺の立場も考えてよ。さあさあ、あと前から言おうと思ってたけど、ガム噛みながら人の話聞くなよ、すごい失礼だよ。さあさあ。あったく、学生気分が抜けないな、ロギス君は。いい大学出て理屈は一人前だけど、社会人としての自覚が全くないじゃん。教育係の俺が社会の厳しさを教えてあげないと。あー、だるいな。ロギス君、うん、あ、なんすか。さ、明日レッドと対決なんだけど、付き合ってくれる？え、俺明日休みなの。いいから付き合えよ。俺がレッドと戦うんで、それ見てるだけでいいから。お前戦いって言ってるわけじゃないんだからな。よし、怖えよ、相手初勝機か。俺の戦う姿を見て目を覚ましてくれよ、ロギス君。パチンコでも行くか。あ、いたいた。いや、なんかすいません、遅れちゃって。いやいやいや、昨夜合コンあってそのままオールしちゃったもんだ。つか、今のがレッドっすか。いや、マジガチでやべえっすよ、あいつ。いや、オール半端ねえっすもん。いや、赤オーラですよ、もう。あ、そうだ、これバンプ様に渡しといてもらえます？ロギちゃん、早く。あ、悪い悪い、今行くって。もうなんでそのせかすのよ、せっかちじゃん。どこ行く？っていうことが3年前にあってね。やばいっすね。懐かしいな、ゲドン君。で、そのすっげえ話と。え、いや、その話とこのイチゴに何のすっげえ関係が。イチゴ、そうそう。でね、ゲドン君も結局うちを辞めて田舎でイチゴ園に勤めたのよ。何の話かと思いましたよ。すっげえ。それで何かにつけてこうして送ってくれるの、とちおと姫を。ほんと気のつくいい子だったんだよ。じゃあ今度みんなでゲドンさんのとこにイチゴハント行っちゃいます。いいね、行こう行こう、懇親会も兼ねて。梅雨前に行きたいですよね。じゃあ私ゲドン君に聞いてみるよ。イチゴすっげえ実ってるといいですね。ゲドンさん、お昼できてるからね。ああ、今行くよ、さっちゃん。お父さん、ゲドンさん来るって。おお、そろそろプロポーズしてもいいかい、さっちゃん。バンプ様へ、今年も甘酸っぱいイチゴがたくさん実りました。
Huh?